どうもこんにちは、宣伝部長のです。今日は読売新聞と喧嘩かということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、立花隆さんがですね、まあ、最近と言いますか、ポスタージャック問題が割と盛り上がってきた頃からぐらいなんですけども、まあ、世間からね、まあ、めちゃくちゃ叩かれる、特にマス,マスメディアから 叩かれるみたいなところがあって、まあ、それに対して「いやいやいや」みたいなの自分がやってることがいかにね正しいことなのかということを説明する過程の中でマスメディアはこんだけ癒着してるから。 叩いていくんだろうという形の中で槍玉に挙げられたのがえっ、ー、となんと読売新聞ですね。まあ、nhk に対しては以前からた叩いていたわけなんですけどもまあ、そこに対して、例えば nhk が悪さしても他のね。民放とか新聞がなぜ叩かないのに立たないのかというと、いわゆる癒着関係にあったからだと。 いうこれについてはまあかなりとんでもない話だととんでもない話というのはまあ読売新聞も NHK もひどいって話ですけどなわけなんですけどもこれについてね当然ね他のマスメディアさんやんないですよね。あの <laughs> <laughs> なんでみたいな。だって当時の NHK の担当者だったわけでしょ、立花さんそれ言っちゃったわけって、とんでもないことでしょ、まあ、これがですね、例えば安倍さんの時だったら不確定な情報であっても、わーってやるのにね、えー、今回の件については全然やらないっていうところでありまして、まあ、裏取りするにしたって、立花さんしか、しか かからしかねまあ取れないからっていうのもあるかもわかりませんが、まあ、とにかくまあまあというか結構なことを言っていてでこれ以外にも選挙のねポスタージャック問題はがねまあいろいろ批判されてるけど新聞に対してはねむちゃくちゃ広告料払われてるよと。 1>, 1枠ね200万だと20万で民間で普通にお願いしたら20万だとこう200万ぐらいで売っちゃってるとしかもそれ候補者1人4枠で800万であるとそれかける今回56人出てるからかける56で実はめちゃくちゃ儲かっ ってるのは新聞だよねみたいな話まで暴露したというところで、まあ、ちょっとねそれどっちが先とかよく分かんない状況になってますけども、まあ、ある種のバトルが始まっているように見えるので、まあ、今回はね、まあ、この件をねちょっと扱っていきたいというふうに思います。 はいというわけでね、こちらはですね読売新聞の方のまあサイトになるわけですけども、サイトの方で記事になったものを検索ですね、立花さんに関してね。まあなんか、その最初の方とかは、ある政治団体がとかですね、各メディアがそういう報じ方していたので <laughs>、拾いきれないとこね、まあたくさんあるというふうに思うんですけども、これだけでも最近めちゃくちゃ出してるって感じですね、最近は、まあ、こんだけ都知事選の費用は59億円かかったよみたいな、過去のに比べるとね、ここちょっと、あの、 えーっとですねどん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 上がってるグラフがちょこっと見えますけどもすんごい勢いで上がってるよねみたいなことを言っていてですねまあこういったなんかお金かかる印象操作をずっとしてるという形なんですけどねはいまあとい,というわけでね自分たちがこう、まあ、こ,こねもらってるお金についてはあま書いてませんみたいな感じで はい。というわけでね、ちょっとね、せっかくなんで、記事の方でね、その該当する部分見ていきたいんですけども、都知事選の執行費用59億2400万、みたいなね、えー、いろんなね、政権放送の費用等々含めて、すべて都が負担って書いてありますよね。はいというわけで、過去最高額だ、みたいなことを言ってですね。 はいでまあ、こちらグラフですけどね、まあ、かなり昔に比べるとね、まあ、確かに費用はめちゃくちゃ上がってるというのはまあわかるんじゃないかなって感じで、まあ、簡単に言うと、人が増えてるよねってとこですかね。はい、で今回はちょっといろいろトラブル含みだったけれども、過去に比べてめっちゃ上がってるよねっていうことが書いてありますと。はいで、まあ、乱立を防ぐためにまあ許諾金っていうのがあるけれどねみたいな感じのことが書いてあるのかな。はい という感じで、そして、まあ、ここで、まあ、NHK 党機関、ね、は関連団体とともに24人の候補立候補させた上寄付者に対しポスター掲示板に自作のポスターを貼る権利を、まあ、譲っているというところですかね。で、立場の投資は都知事選で得られる宣伝効果は1億ぐらいあると、供託金の300万円非常に安いと述べており、制度が軽快化する恐れが指摘されているというところですよね。でえーと 一橋大臣の専門家の教授ですかねが立候補する権利は広く認められるべきだが選挙に多額の税金が投入されているのも事実売名目的の立候補を防ぐためポスターの利用方法に一定の制限を設けるような対応が必要だと話すということでまさにこれぞ印象操作じゃないですかだってたポスター問題だけですかこれみたいなたくさん褒めたことによって えっと新聞にもね多,す多額のお金が流れてるわけでしょ先ほどの59億の中に新聞に流れたお金はどんくらいあるんですかとかね、まあ、いろんな話があるわけでポスター問題だけ見直すべきじゃないでしょっていうところですよね、まあ、そこは防衛線ですから、ね、なんとかポスター問題だけにしてくれみたいなね、まあ、そこが防衛ラインなんでしょうけども一応まあそういうことを言ってるという感じですねはい。 はいという形で、まあ、これが一番最近のニュースかな、みたいな感じで、なんて言うんだろうな、その、まあ、割と、どうなのかな、立花さん的に、ね、読売に起に怒ってるのか、あるいは事実を指摘してるのか、よく分かんないところありますけども、まあ、正直ね、なんかマスメディアが、まあ、今まではね、立花さんのやることを古虫してきたんですよね。まあ、今回、めっちゃ取り上げていることが、何かこう変化を私は感じてるところありまして、 あの読売新聞といえばね、あの黒川さんがこの間、あのなんだっけ、あの裁判所でね、まあ、要するになんで出してくれないのか裁判があったんですけど、なん <laughs> で保釈してくれないか裁判か、でその中で4つの言いたいことがあるの中に、読売新聞、その大事な4つの中の1つに、読売新聞は CIA って言ってましたからね。あの <laughs> それ <laughs> まあ、そ,それからするとですね CIA たるこう読売新聞がですね何かこう立花さんを潰しに来たのかみたいなふうにねまあ見る人もいるかも分かりませんけれどもまあ実際に立花さんをとにかく逮捕してほしいみたいな人たちはなんか読売新聞が動いたみたいなこれはなんか読売新聞といえばみたいな検察とかいろんなとことつながっていてみたいなみんななんか本当に CIA 扱いをしてる感じなんですけどちょっとその辺は私は全く分かりませんというところがありまして、まあ、それはそれで置いといてなんかこう今までだったらまあ こういったことについて無視してきたのに、まあ、扱ってることだけでもまあかなり前進なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。まあ、その中でね、それはね、あの新聞紙にしてみればですよ。立花さんそれは言わないでっていうのは、その選挙やるとうちら儲かるっていうのをやめてみたいなね。だって20万のものを200万で売っていて、だいたい広告費用なんてね、もうほぼ利益みたいな話じゃないですか。にもかかわらず、さらにのらにその10倍どんですよ。あの どんだけボロ儲けしとんねんみたいな感じでだからそれこそ公金の無駄でしょまあねそういった、まあ、新聞にまず載せることが必要なのかどうかっていうのが一つあるし問題提起としてありますよね。でそれのみならずあのやるんだったらせめてねそのなんていうんだろうこう低価でやるあるいはあのなんか こうね販売部数をねまあ水増ししてるんじゃないか疑惑等々もあるから、まあ、正確に世に広めるにあたってどこにどういうふうにまあ広告したらいいのかっていうのはもうちゃんとした指標のもとに適正な価格でやるべきでしょという感じでなんでここにねなんか。 まあ本当になんか公のほうに対しては権力側についてはチェックがめちゃくちゃ甘いってほら自民党の裏金問題と一緒で庶民たる我々はね一円単位で細かく見られるのになんで権力者サイドこんなにズルズルっていうんですかねズブズブが許されるのかみたいな、まあ、典型的なことをやっていてだからお互いかばい合うんでしょみたいなことですよねまあその辺もさすがにこうしきれなくなってまあまあ崩れる前にだったらせめて扱っておこうあるいは扱う中で印象操作してずらそうみたいなね そういう意図があるのかもしれないなというふうに思うんですけど、まあ、それでもね、やっぱりあのきちんとね取材をされていたので、それについては一定のリスペクトを持つべきかな、みたいな感じですよね。はい、でそしてですね、えーと法の あ、これですね。立花さんが怒ってた。法の隙をつく想定外の候補者と無関係ポスターですかね。ちょっとこの辺はちょっとまあ後でやるとして、まあとにかく、えっ、ー、と、立花さんで一と調べると、最近の問題でようやくボワーっと出てきただけで、それ以外で言うとね、ガーシーさんの時の話とか、まあ、ちょっと大津さんの乗っ取り騒動の話がちょこっと <laughs> あるぐらいの感じで、えっ、ー、と、ようやく6月の 12日ですガーシーさん以降で言うと6月の12日ですよ、約1年後ぐらいにポスター掲示板を販売みたいなことですかね、まあ、これを問題視するような記事が出ましたと。はいで、これはまあがむ選挙シリーズみたいな感じで、まあ、結構細かくやっていてですね、これに関しては、なんか最初は、なんかね、あのやってくれるだけありがとうみたいな感じだったような気がしますかね、立花さんもね。<laughs> <laughs> はい。という感じで、まあ、よく考えると、この時点で結構、読売新聞が報道していたことを考えると、まあ、なんかね、狙ってるかのようにも見えちゃいますよね。まあ、黒川さん曰く CIA ですからね。<笑><笑>はい、ここで橘潰したろ、みたいなね。まあ、わかんないですけどね。はい。まあ、ていうところがありまして、まあまあ、まあ、ここについては結構ね、あのこの歪む選挙シリーズに関しては、それなりに、まあ、これも一緒ですけどね、きっちり取材された上で、まあ、その書きぶりはね、置いといて、 っていいう印象でですかねはま、い、まあまあこれもなんか一回紹介したかなちょっとひどいみたいな感じで。はいでこれも結局締めとしてですねまたですね、えっと今度は早稲田大の教授がですね厳しくしてきて当選以外の目的で選挙活動を利用するのは民主主義への挑戦ともやるいえる有権者の政治不信につながりかねずのお話にはしていけないということで、まあ、なんか最近論調は変わってるような気がしないでもないですけど。 まあ割とそのやっぱり経緯の人を使ってねまあ今あるものを壊すなっていうまあ論調はまあこの時からあまり変わってないって感じですねはいであとはこの辺からまあ都知事選のね首都決選始まるよみたいなねまあ割と温厚的な記事がザーッとあってで実際選挙始まったら候補者と無関係のポスターみたいなね有料サイトに誘導の QR コードとかねまあ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  書き方としてはただな嘘、嘘ではないんですけどね、本当なんですけど、こういう書きぶりをして、まあまだ、あ、読売る聞はましかな、他はなんか出会い系とまで言っちゃってるとこがあったんで、その辺はさすがしっかりしてますよね。あの、<laughs> 有料サイトは間違ってないですよね。誘導の UQR コード間違ってないみたいな感じで、で苦情サットも間違ってないみたいな感じでね。はい。だから、 なんて言うううだろうなこうほら、以前はね共同通信もね紹介させていただいたんですけど事実を書きながら印象操作するっていうのができるんだみたいなねあの <laughs> すごいなみたいなねいうことがあるわけって、まあ、この辺はどこまで意識があったか分かりませんけど一応まあこういう感じでね まあやってるとだから、立花さんがこうほら警告を受けるとことさらに取り上げるみたいな感じで女性専用風俗店のポスター24もあ土地選、えー、選挙の掲示板に警視庁が立花隆史党首に警告みたいなねしかもこれ自らまあね大丈夫ですかって聞いたやつについてまああの警告しときますねっていうのをことさらに取り上げるということですね。このこのうこういうねなんか でしかも警告ってね翼の塔とかが公職選挙法における警告を受けてその後逮捕になったじゃないですかでそれと重なるように言ってるんですけどこれは公職選挙法違反じゃないですからねだから本来はまあここまで大騒ぎするような話でない話を大きくしてでこれ読むとあ公職選挙法違反でアウトだみたいな あそういえば翼のトーモンみたいなねいう感じの方に誘導するようにも見えなくはないんですけどでもそうやって世論って操作するんだなと思ってね非常に興味深かってですねだからこういう感じで世論がなんか誤,誤認していくわけいろんなことをね 立場の悪いいいやつだみたいなねいう感じでこういうのを事実を提示しながらそういうの煽っていくんだなみたいな感じでしかも読売新聞が書いてるかってそれ引用してまた別の、まあ、スポーツ紙とかいろんなとこ書いていくって感じでね非常に興味深かったですかねはい、まあ、これとは別件ですけどね石丸慎二さんの件に関してもなんか同じことが行われていてですね、まあ、だからか分かりませんけど立花さんがなんか親近感感じるみたいな親近感だっけな <laughs> あの <laughs> 要はなんかえっとですねまあたくさんやられてるんでね中国の工作員とかむちゃくちゃむちゃくちゃだなと思うんですけどねあのだってツイッターのトレンド中国のトレンドでなんか石丸さんが入ってるとかっていうのは最初あってその話どこ行ったんですかねで結局私本当かと思って見に行ったら見れないんですよ。<laughs> だけどとあるボタンっていうんですかねなんか日本のやつが反映させられるような日本のね がが情報が反映させられるようなボタンを押すすとですねまあ、中国の見に行ったらまさに同じ日本のトレンドがそのまま出るのでそれ購認してんじゃねえかなってちょっと思ったんですけどまあ、それは本当にあるのかもしれないですけどそれはなんか今,今言わなくなってきてますよね。それ以外にもえー、っといわゆるランサーズとかでねえー、っと何ですかねその 編集者というかその石丸新二さんの選挙をね、まあ、撮影したりとか編集したりみたいな人を募集みたいなのをやっていてこれもなんか工作だって言ってるんですけど普通に儲かるだけやろみたいな <laughs> あの話でありましてまあとにかくそういうのとか最近で言うとまあ過去にあのー、まあいわゆる 当初ですかね、石丸さんが最初市長になった時に、まあ、なんかその議員さんにねど喝された問題っていうのがありましたよね。でそれを RCC だったから要するにまあ広島の方のメディアがですねあのドーンと取り上げてああ元秋田方市長だっけな、まあまあとにかく石丸慎二さんがですね、えー、とう喝裁判で敗訴的なるような報道をボーンってやってですね まあとにかくその記事見るとみんなが「あ,あこんななんか負けてんだアホじゃん」みたいなあの「こんなの分かりながら選挙出たのか」みたいなことを言ってたんですけどあそう <laughs> とんでもない印象操作で結構賢そうな人もそこに乗っかってもう本当に石丸さんをただただ叩きたい人みたいな感じでわーってなっててそうまあ実際はまああのど喝裁判なんですけど。 まあそもそもその部分について情報を持ってるのはその議員さん側なんですよね。でもその部分を切り取って裁判所に出してないですって言っていてだからまあ証明できないみたいなんですけど石村さんいくはその後にまあ公開の場においてどう喝しましたよねみたいなことを言ったらそ,れにその時に言ってませんって言ってないですよね。 あのどう喝と思ってないんだけどまあまあいいやまあとにかくそのようにごまかしたんでこれをもってして、えー、と証明できたっていうふうに思ってたらしいんですけど裁判所はにに認定してくれなかったっていうことでだけらしいんですよねだからその辺もね高等裁判所もねなんかねまだ地方にあるしねみたいなところ最高裁の方に持ってったらひっくり返るのかなみたいな感じで見てますけどその辺についてのねまあどう判断するかっていうのは私はよくわかりませんけど にししてててもめちゃくちゃゃく印象操作していて、まあ、ネット上はよくあるんですけどまあマスメディアはこういうのとかこれプラステレビもねとかあらゆる形でみんなで連携してやっていくみたいなところがあって、まあ、それをもう意識すらせずやってる可能性すらあってですね、まあ、すごいなって思うんですけどねまあそういうことがまあ、あ,あまあ一丸さんの件はねちょっと普通の分かりやすい こうネットメディアによる印象操作なんで、ものすごく分かりやすいんですけど、まあ、こういうマスメディアの印象操作って事実だけを書いていくから、まあ、一般的には分かりづらいんだろうなと思う感じですよね。しかも、いまだ信頼性が高い部分があってですね。はいということですかね。だから、えー、っとですね、この風俗顔ポスターね、愛犬の写真を上から貼ると、嘘ではないですからね。でも、なことさら取り上げますかみたいなね。<laughs> <laughs> いう感じですかねあと法の突きを突くみたいなことはこれ批判ですかね。はいでえー、っとはいであこれだこれの無関係ポスターに関して立花さんがえらい批判してまして。 はいでこれは読売新聞の社説なのかな、候補者の掲示板、選挙をもてあそぶ行為を許すなってことで、選挙は国民が政治に参加し、みたいな、主、え、権、ー、者として意思を反映させる民主主義の基本である、その選挙を愚弄するような行為を放置してはならないみたいなね、いうことで、まあ、NHK 党の関係でまあ、苦情が殺到してますよと。それで はいでまあ、N 党の戦略でねいわゆるこうねまあお金っていうか寄付すれば晴れますよということについてはですねえー、と掲示板は有権者が投票する候補者を選ぶため公費で、えー、設置される公共物だそれを私物化しポスターを掲示する権利を金儲けのように販売するかのような行為は今後、道断であるということで、まあ、ここまでおっしゃってるんでねだからやっぱりあの読売新聞とか新聞に対する広告費用もあの見直さなきゃいけないですよねだって金儲けかのようにダメなんでしょう。 だったら、定価っていうか、実質、民間で20万で下ろしてるとしたら、その辺の儲けを抜いて、半額にするとかね、まあ、そういうような販売の仕方をされるってことでしょそういうこと言ってるわけですよね、これね。金儲けかのためのように、販売するような行為は言語道断であるって、読売新聞が言ってますからね、じゃあ、だめだということでね、これはぜひ政治家さんもね、変えてほしいなというふうに思いますね。これ、自ら言うなんて立派ですね、これは。 はいという感じで、ちょっとポスターの関係を絡めていろいろ言ってますけども、これもだから新聞の広報とかっていうふに文字を変えれば、まあまあ全部一緒みたいな話ですよね。はいまあ、ということで、はいでと,、まあ、とにかくですね、あとですね、これはですね選挙の自由と公正を守るため、候補者の政 意見や主張を尊重するという趣旨でまあ、今自由にできているけども候補者以外の人物が好き勝手に掲示板を使うことは公序良俗に反する容認できないって今、まあ、かなり強い言葉で言ってますね。はいということでねはい、えー、警察や行政は現行法で規制や取り締まりができないか検討すべきだそれが難しいなら候補者以外のポスター掲示 や権利の譲渡を禁止するなどの公正法改正を行い再発を防ぐ必要があるということで、まあ、かなり強い言葉で言ってますよね。はい 当然ね、まあ、こういった言葉を言ってるわけですから、繰り返しになりますけども、ね、儲けすぎの分に関しては、今後、我々もね、そんな、そんなつもりなかったと。200万なんか、惰性でやってきたけど、これよくないよね、みたいなところで、まあ、20万、民間に出すと20万だと50万でやりますという宣言をね、これ一緒にされるんだというふうに思うんですけどね、今のところ見当たらないですね。どっかで,であ選挙終わったら出すのか。選挙終わったらきっと出すんでしょうね。はい。はい。 はいで、来ましたよ。4月に行われた衆院東京15区の補選で政治団体翼野党の候補者らが街頭演説を妨害しインターネットで動画配信し,し,し,したことは記憶に新しいということで。 まあでもね、この写説めちゃくちゃわかりやすくって、本音出とんな、みたいなね。ちょっと現場はわかんないんですけど、結構トップ層の方から、これなんとかしろ、みたいなものがあってそ、その人が自ら書いてんのかな、みたいな風に見えちゃう感じで、これ誰,誰が書いてるか知りませんけどね。まあ、まあ、とにかくその,その辺と近しい人がね、もうこれは消しから、みたいなね。まあ、本気でこう思ってるのかもしれないけど、あのじゃあ自分たちはどうなんだ、みたいなね。で、それプラス、あなたたちあの消費税8%に減免してもらってますからね、みたいな。 あの話があってですねむちゃくちゃやってんなっていうことについては、まあ、当然批判されなきゃいけないんだけど田島さんによるとなんか NHK とジャブジャブやってるから全然批判されないみたいですねみたいなね <laughs> いう話があってまあっていうところですかね。で SNS の普及により過激な言動で人々の関心を集め動画の再生数を稼げばそれが収益につながる構図があると。 で近年はルふざけのような政権放送を行う候補者もいるということで、えー、選挙の劣化をいかに食い止めるかがあ根源的な課題だということでまさに今までちゃんとなされていたかのように言ってますけども今までが劣化してたんじゃないんですかみたいなね国民の声なんか聞かずいわゆる組織票で投流な連中で政治やってきたわけでしょであるがゆえに大臣なんかが本来であれば各大臣なんてスペシャリストがなんなきゃダメなのに何も知らないような反の 大臣とかももそうですけども犯行を守る議連の人がですねあのデジタル大臣やってお前メールも知らんのかみたいな人がなってたわけでしょ、まあ、そういう素人を置くみたいな感じになっていてだから行政の力が強くなっちゃったとかねいろんな話があるわけでむちゃくちゃやってるわけでしょだから財務省が威張るとか意味はわかんないじゃないですか何で政治家よりバッっとんねみたいな話があって、まあ、まあとにかくですねあのー、そうですね 選挙の劣化、劣化、劣化してるから、今、こういう形で問題提起して、まあ、みんなで変えていこうということについてでは賛成なんでね、まあ、ぜひね、えっ、ー、と何ですかね、新聞の広告費も一緒に、一緒に見直す提案をね、ぜひ、まあ、やってほしいなというふうに思いますね。まあ、この方、誰なんだろうな、まあまあ、次のね、えー、多分、社説、書くときにはそういったことが出てくるんだというふうに思うんで、まあ,あれですね、注目したいと思いますと。はい はいというわけでまあ、そういった流れを受けてですね立花さんがまあ、これ以前から、まあ、最近というかこう今回の件がねあの話題になってから特に NHK と読売新聞の関係性についてまあ結構明らかにしてるって感じで、まあ、具体的ですよね。要はえっと、まあ、その 当,当時の、まあ、社長同士っていうんですかね、まあ、な仲がいいといいのかな <laughs> っていう関係性の中で、NHK でジャイアンツやってくれみたいなね、でそれで、ね、日本テレビが8000万で買ってるところですね、倍の1億6000万みたいなので買うというところで、なんじゃそれみたいなところですよね、まあ。その結果かどうかは、因果関係は分かりませんけれども、20年以上にわたって、えー、と当時の会長をですね、まあ、それを実行した方が、えーと、読売新聞の顧問にまだいらっしゃると。 10年ですよ <laughs> あの。だから普通に考えるとそれだけじゃねえだろみたいな話ですよね。はい、っていうところがあって、まあ、あとはまあ別にあの読売新聞に限らずテレビとかもそうなんですけどもまあいわゆるオリンピックとかね、まあ、そういうお金がかかるものについては NHK がほとんど持ちますとあんたたちあんま払わなくていいですよだけど放送,放送の枠についてはその払った分以上に渡しますみたいなことをやっていてでしかもそれを受信料って。 いいいううう抜抜けけ穴穴っていうのが公共放送という抜け穴ある時は民間企業の顔しある時は公共の顔しみたいなところで非常にいいとこ取りのルールの下でいろいろやってるからだからむちゃくちゃできたわけでその中でやりすぎた結果、まあ、NHK から国民を守る党が誕生し、まあ、一定の民意を得て国政政党にまでなったわけですよね。はい、というわけで、まあ、それを乗っ取ってる人がいるんですけどそれはまあ権力者側からするとどうもありがとうみたいなことなのかも分かりませんが。 まあちょっとねさすがにその国政政党乗っ取られたのにもかかわらずここまでできるってことについては驚いたでしょうねまあそれかどうか分かりませんけどもいろんな意味で取り上げられることがねまあ増えてきたということについては私はいいんじゃないかなと思ってますね。はいというわけでねただまあ一部というかなんかねやっぱりし 社、ね、説でスキンか書いていいとはいえですねなんだこんだけ力影響力のある媒体が合法なものをですね警察合けみたいなね <laughs> あので翼の塔と結びつけるってことは逮捕しろってことでしょ、まあ、そんなのやってくれって相当やべえなっていうふうに思うわけで。 ね、だから本当に怖い新聞だなっていうふうに思うけれどもまあ私は日本のねやっぱりどうなんだろうな信じたいですけどね買ってってほしいなとまあ、現場ではまた違う意見等々もあるでしょうからね買ってほしいなというふうに思っております以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね